さあ、ひろずれアナウンサーが気になるテーマは自ら取材し、プレゼンするあなたにプレゼンです木曜日はエンタメ、沢村さんです、はい、<laughs> はい、よろしくお願いいたします皆さん、今年も残り半月来週の週末にはクリスマスイブを迎えます予定は決まっているでしょうか実際に観覧に来られているテレビ派ファミリーの皆さんにも伺いたいと思います<う>クリスマスの予定が決まっているという人は丸をまだという人はバツをいかがでしょうかお願いします あら結構まだ罰が多いんですねでも少年は決まってますよそうですねはい、強い意志で丸を掲げてくださってますね少年の予定聞いてみたいな引いてみたいなクリスマス楽しみかなそうですねクリスマスは楽しみね本当にねサンタさんのプレゼントもあるしね楽しみにしてもらえればと思いますえ、全員丸が上がったらこのコーナー終わりになるところだったんですけれども今回はクリスマスの週末に出かけたいスポット プレゼンしたいと思いますそれは広島駅北口駅北エリアですはい、地図ご覧いただきましてまあ、ホテルが2つありまして、はい、この緑色が2階部分のペレストリアンデッキだと思ってくださいで、広島テレビ今放送しているのがこの場所になりますその音鳴り赤い星マークついていますけれどもこちらは駅北アレという広場になっています 現在、ですねイルミネーションがこのように輝いていまして、えー、この時間になりますとちょうど夜のとばりが降りてきて綺麗に見える時間帯になってきたかなと思います、えー、毎年パワーアップしているこのイルミネーションイベント駅北ルーチェ開催中なんですが19日からこの場所でクリスマスマーケットが開催されます。 どううでしょ西さん、このクリスマスマーケットという言葉最近よく聞かれませんか僕、初めて聞いたんですけど、はい、なんか、クリスマスという聞くだけで、気分が高揚してきますけれども、はい、マーケットでですすよそうなんで,すよ <laughs> で、元はドイツ、ヨーロッパでの走りということなんですけれども、はい、まさにクリスマスの時期に合わせて出てくるマーケットということで、はい、イルミネーションのもとで食べ物、飲み物を楽しんだり、雑貨店など、多く出店することがあるイベントとなっています。 広島市内県内各地でも催されるんですけれどもこちらの駅北アレでのクリスマスマーケットもフード充実してますよ可愛らしいクッキーがあったりベーグルさらには温かいコーヒーもありましてまあ冬らしいマーケットというような感じですよね <laughs>、はい、さらにはがっつり行きたいという方にはこんなグルメもあります浅南区の友東にあるお店から 辛さがマイルドになった豆乳グリーンカレーと。ええ。で、子供にもない大人気ひき肉を多く使ったひき肉カレー。この二つが提供されるということなんです。こちらのお店。はい。十九日からあるクリスマスマーケットの二十二日、二十三日に出店となりまして。グリーンカレーは二日とも、ひき肉カレーは土曜日のみということになっています。で、ルーで隠れてるんですけど。この下には雑穀米が入っていて。 栄養価もしっかりとれるとでですすねそうなんクリスマス意識したのがパクチーも緑だったりとかしてそれはたまたまだと思うんですけれどもお店で提供されているグリーンカレーよりもこういったマーケットだといろいろなものを食べたいじゃないですか。なのでちょっと小さめのサイズにしてお値段もお安く提供しているということなんです。 やっぱりいいろろ馬場さん、目移りしちゃいますもんね。そうですねあれだけいろいろあったらいろいろ少しずつ食べたいし嬉しいかもその隙間にクッキーであったりベーグルだったり、ね、はいろ、はいろなもので楽しんでいただければと思っていますもちろん雑貨、アクセサリーを売っているお店などもたくさん出店していますし音楽や体験型イベントもありますので日にちと時間を調べてみてください。日日から23日の開催となっていますそして クリスマスには駅北へ続いてご紹介するのは広島駅北口1階スペースですこちらのスペースでは主にワークショップを中心としたイベントが行われますワークショップ一覧見てみますと材料によって参加費変わるんですけれども水引き結びのポチ袋や正月シメナーなどちょっと季節を先取りしたようなものも作ることができます ワークショップででですすののの実際に手をを動かして自分だけのものを作ることができますそして24日コンサートとありますけれどもサンタクロースによるクリスマスショーとフォトタイムが午後3時からありますので実際にサンタクロースやってくるということなので、はい、親子連れでぜひ広島駅北口訪れてみてください音楽や大道芸のステージも準備されていますそして最後にご紹介するのは2つのホテルディナーです。 クリスマスマーケットもわくわくしましたが川西さん、はい、ホテルディナーというのもわくわくする響きじゃないですかとっても素敵な感じがしますね, <laughs> ねクリスマスっぽいそうですね, <laughs> ねまさしく特別な一日を豪華なお料理で味わっていただきたいと思います<ー>こちらはシェラトングランドホテル広島の22日から25日に行われるクリスマススペシャルディナーブッフェ、うん、ねえ並んでいるのを見るだけでは豪華だな特別だなというね感じがしますけれども川西さんおすすめは たくさん用意されているお肉なんだそうです、うんはい、牛フィレ肉にラムチョップさらには鴨肉マグレガモという種類になっています特別なお肉がクリスマスの期間限定で登場しますので川、はあ、西さんブッフェですんで食べたいもの何でもたくさん<う>取れるといういいで、ね、さっきからずっと気になってるんですけどこれでその値段 そうなんですいろいろね選択肢があって、はい、まあ、豪華なお料理が食べられて、ね、こういったお値段となっておりますただですねやはり皆さんお目が高い23日と24日の夜はほとんど予約で埋まっているということなんですけれどもそうですよね反対に25日月曜日ということでお仕事の皆さん多いですよねなのでちょっとまだ空きがあるということなのでぜひ問い合わせてみてくださいこちらはシラトングランドホテル広島ですが続いて 駅を挟んで反対側、ホテルグランビア広島のクリスマスディナーブッフェです。ね,え豪華ですよね、はい このローストビーフの赤いところもうこれ見るだけで美味しそうだなと<赤い> <laughs> ねえ思っちゃうんですけれどもこちら切り分けるところからライブ感も楽しんでくださいという,、ね、ああそうホテルからのコメントになりましたご予約いただける席こちらもいずれも日程になるんですがわずかに残っているということですので、うんえー、皆さん、ご予定まだという方はラストチャンスになります。ぜひ調べてみてみください 街のいろんな場所でクリスマスイベント行われています広島駅や駅北にも注目してみてください以上あなたにプレゼントでした